あ、奇遇ですね。不愉快です。そんなことは考えてません。先輩が変なこと言うからす。何の話ですか。先輩がいけないんです。こんなに急所をついてるのに死なない用務付きなんて聞いたことありません。先輩こそどうして毎日この時間まで残ってるんですか。それなら安心してください。異界史の間では呪われた一族として忌み嫌われていました。おそらく強すぎたんでしょうね。異界史は異能の力を持つゆえに突出した力を持つ者を排除したがりますから。おかげで一族は耐え、私が唯一の生き残りです。そうですか。よくある話だと。戦闘を始めましょう。なんで逃げるんですか。信じられません。くらい先輩何を。言ったじゃないですか、私の一族は血を操れることから忌み嫌われていると。だから能力を見せないよう用務討伐には関わらずに避けてきたんです。それにそしたら先輩が不死身だって言うので。だったらいくら切っても死なないですし、私もヨウムを倒すのに慣れてなかったので。いいじゃないですか、減るもんじゃないですし。周りに聞こえます。だから、これは取引の条件ですよね。私が今日これ以上戦いを挑まない代わりにご飯をおごるという。違うんですか。そんなの分かってます。うちは嫌われ者ですよ。ブログもツイッターも全然炎上中ですからね。ですよね。もし目的があったとして、ここで先輩に言うと思いますか。誘導尋問には引っかかりません。なんでです。そんなわけないじゃないですか。不愉快です。今月はちゃんと払いました。片付けてますよ。そんなことあると思いますか。偶然引っ越してきた部屋に偶然ヨウムが住み着いてるなんて。ちょっと待ってください。どこに行くつもりですか。辞められるならとっくに辞めてます。やめようともしました。異界史をやめて、ヨウムを倒すこともやめて、普通に暮らそうとしました。でも私の中を流れるこの呪われた血は普通じゃない。この力は不愉快です。喫茶店、いや写真館。なんでヨウムと親しく話してるんですか。まさか気づいてないんですか。彼女はヨウムです。普通の人間とヨウムがヨウムの鑑定をするんですか。不潔です先輩。お断りしますと言ったはずです。今日もかけうどん1000円。あんなに苦労して倒したのに1000円ですか。マジ不愉快です。はい、一応手伝ってもらったのでその分です。もう私に関わらないでください。先輩と私は違います。私は先輩のように暮らしたいとは思いません。先輩みたいにみんなとあんな風に楽しく生きていくなんて許されないんです。そうやって恩を売って手なずけるつもりですか。私は先輩とは違います。いらないと言ったんです。なのに勝手に持ってくるから。言ったはずです。もう私に関わらないでください。もうしません。何しに来たんですか。調べたんですか。先輩には関係ありません。帰ってください。ついてこないでください。分かってない。なんで来たんですか。もし目覚めたら私たちの記憶に反応して迷宮を。はあ、それでどこに向かってるんですか。私が知るわけないでしょ。そんなわけないじゃないですか。先輩には関係ありません。大体なんでついてきたんですか。不愉快。なんで私の大豆。はい、稲見さくら。私が殺した稲見結衣の妹です。先輩ごめんなさい。私先輩のこと何も。いただきます。あ、血が完全に足りてない感じなんです。鉄分補給なんです。それにこれがうつろな影じゃないの。しかもたった200円とかありえないです。じゃあこれは何なんですか。先輩は食べないんですか。どこ行くんです。そうですね、ただの性格の悪いメガネ好きの先輩に見えます。違いますよ、先輩がどうしてもって言うから。だからって私を。
入部します。これが文芸部の機関誌ですか、しば姫。入部することになりました。よろしくお願いします。ダメでした。はい、よろしくお願いします。教会の人って私初めて見ました。噂くらいしか聞いたことなかったので。組織の内部を暴こうとすると殺されるとか。1ヶ月ですよ。家賃はどうするんですか。ご飯は。不愉快です。食べるのは血を使うから。いや、別にそんなつもりじゃ。いただきます。はい、それはそうなんですけど、私、自分は誰とも関われないって、一人でいるしかないんだってどこかで決めつけてて、でも分かってるつもりです。でもそれでも今までよりはずっと。いつまでも迷ってたら何も変わりませんから。あげます。どっちにしろ私今活動停止中なので、持っててもしょうがないですし。どうせ私は運がないですよ。ブログに不満を書きまくるしかできませんよ。美月先輩、見てください。あ、違いますよ、肉ですよ肉。こんなにたくさん、ほら羽、ね、うん、反応薄くないですか。いや、幸せですね。生きててよかったって瞬間ってあるんですね。なんですこれ。美月先輩、行ったことあります。そうですか。でも綺麗だな。無理ですよ、用務の鑑定なんて。不愉快です。無理。どうしてこんなことしなきゃいけないんですか。私をどうしてです。秋人、神原、二回し関係ないです。誰でもわかります。猫。不愉快です。毎年なんですか。彩香さんが言ってたじゃないですか、毎年かたくなに行こうとしないって。話してもらえませんか。どうしてって。あ、先輩見てください、ここでお祭り。あー、美月先輩見てください、すごいですね。いいじゃないですか、祭りなんですから。綺麗ですね。意地張らずに来てよかったですね。あ、今あんたって言いました、先輩。みんな一人だからです。みんな一人だから。